こんにちは。かわいい、ありがとう。あ、オンラインのお話し会とかの受付リツイートしてなかった。間に合ったかな、みんな。こんにちは。こんにちは。お風呂上がりじゃない。でもね、保湿しかしてないから、ちょっとね、テカテカはしてるかも。全然起きて何時間ぐらい、5時間くらい経ってるかな。すごい通知来ちゃった。こんにちは。今日は短めの配信なので、よいしょ、ちょっと遠い。うん、かまちゃんハートありがとう。こんばんは。メイク薄いから遠くした。うんうんうん。今日は何もしなくていいよね。今日も頑張れ。10周年ありがとう。授業終わりました。お疲れ様。お疲れ様です。こんばんはって言った。こんにちは。こんばんは慣れしてる。お菓子ハートありがとう。ありがとうございます。こんにちは。朝の雰囲気がします。うん、何もしてない。顔ちょっと何もしてなすぎて朝みたいな顔だと思う。そうなのね。10周年ありがとう。そう、パーカーなんかね、すごいオフっぽいよね。から持ってる。結んだらどうなるかな。結んだらちょっとネックレスみたいになりそう、形が。ラフな感じ。あら、通常と対面ありがとう。嬉しい。こっそり見れた。あら、こっそり。ちょっとノールックは難しかった。こんにちは。朝ごはん食べました。引き続きリゾット食べました。私は最近リゾットばっかり食べてるから、リゾットを食べましたよ。トマト味のリゾットです。グラ、あやかさんありがとう。クマありがとうございます。嬉しい、ありがとう。リゾット、そうリゾット作った。最近はね、そうリゾットばっかり食べてる。なんかネットで見て、リゾットのなんか作り方みたいな、超簡単みたいな見て作って、めっちゃハマって食べてるよ。そう、スピーカー。お仕事中に、ありゃありゃ、お恥ずかしい。簡単です。なんか煮るだけでできる。トマトジュースとか、あと水とか、とトマト缶とかでもいいと思う。にお米をね、なんか入れて、大体1合とかくらい入れて、あと鶏肉とかキノコとか好きな具材を入れて煮たら、いつの間にかご飯が柔らかくなって完成っていう、めっちゃ簡単にできるのがあるんですよ。対面に向けて食事制限、すごい、すごすぎる。ありがとう。対面ね、楽しみだね。ありがとう。こんにちは、こんにちは。待って、謎ポーズすぎん。謎ポーズ、謎でした。こんにちは。美味しかった。あ、食べた、よかった。いつ食べたのさ。ね、ツーショットに向けて嬉しい。こんにちは、こんにちは。時短料理、そうだね。こんにちは。リップの色すらない。
ほぼない。今日はメイクしないとこうと。まつげはねちょっと開けたけど、あんまもう見えないっていう。まめちゃんありがとう、I love you、 ありがとうございます。こう見るとすごい髪伸びてるよね。長い長い。パーカーの紐と私の髪の毛、どっちが長いか選手権、勝ったのはパーカーの紐でしたくだらなくだらないのが楽しいお年頃ですこっち向きがいいな。こんにちは。こんにちは。長くなったね。そうめん、すごい長くなってるよ。長いですよ。そう、くまちゃんありがとう。うん、私今日誰とも喋ってなさすぎて、あの起きて第一声がこんにちはすぎ、喉起きてない片手の裏を持ってどっちだこっちがなんか綺麗な感じ、こっちがギザギザしてる、こうサラサラ生地の方を表にしてる私はね。あと10周年ありがとう、ありがとうございます。そう、ではね、最近ねタイミング合わなくてしてないね。たまーん、なんかするはするけど時間的には多分短め。昨日は1時間、それでも1時間とかはしてます。うんうん、ハートありがとう、ありがとうございます。二度目回してありがとう、来てくれて嬉しい。こんにちは。今日は暑いね。皆さんが昨日さ言ってくださってた通り、天気調べても暑かった。かわいい、ハートありがとう、ありがとうございます。ただね、そう保湿めっちゃさしすぎてテッカテカみたいな。日焼け止めは塗ったけどでもテッカテカみたいな感じ。くまちゃんありがとう、ありがとうございます。今日は化粧をしない一日にしようでです。しようでですねハッタ女子のありがとう。日焼け止めはね塗った方がいいみたいですよ。うん、日焼け止めを塗ることでなんか荒れちゃうかなとかも思ったけど、日焼け止め塗らない方が大変みたい。あ、そうそう、サークルね。そうなんかね、皆さんはねなんかすごい技をね使ってらっしゃって、なんか面白いなと思ったのが、サークル機能が残ってた時代のサークルのとこあるじゃん、そこのコメントみたいな感じで使っていったらずっとサークルが使えるみたいで、私はその皆さんがこれがサークルかサークルじゃないかっていうのがあんま判断してなかったんだけど、よく見たらその引用リツイートとかリツイートマークがついてないのがサークルじゃん。そうそう、だからそれでサークル、昔のサークルからのコメント見てたら多分ついてないと思う。もう一回ちょっと一応確認してみるね。ついてなかったと思うんだ。だからね、サークル機能裏技で使える系のね皆さん編み出しててすごいと思いました。そう、10周年ありがとう、見えてますよ。サークル、サークル、ね、うん、見えてる見えてる見えてる。今朝の投稿とかも
サークルになってる。いやでもね、やっぱねサークルじゃないとさ、なかなかねこう緊張しちゃったりするよね。おもちさんありがとう、 I love you、 ありがとうございます。そうメンバー変更はどうだろうね、どのページ、どんな感じになってるのか私が見たことないから何とも言えないけど、まあね、いずれは使えなくなっちゃうかもしれないけどね。そう皆さんがさ、そのサークル最後の日、10月31、30日のあの最終日で、あの夜とかリプ見てたら、あの年明けるんかぐらいのあのカウントダウン的な感じで、すごくねなんかこうあの笑みがこぼれました。こう受けてみながらすごいなんかカウントダウンみたいな感じだったから楽しかった。見ててこう一人の方がとかじゃなくて、まあ、何人もの方がこうあとちょっとだねみたいな、そうそう感じで、すごくね楽しく見させていただいてました。そう年明けるんかくらいのね、なんかこうドキドキ感というかそわそわ感、そうだから見させていただきました。であの長文とかね、なんだろう、あの写真でね送ってくださってる方とか、あの保存したりしていつでも見返せるようにしました。サークル機能ね、私もさ今までのサークル機能が見えなくなるんじゃないかっていう、私も見えなくなるのかもって思ってたから、過去のがね、そしたらこうしてね皆さんが長文とか送ってくださったのが見れなくなるの嫌だなと思って保存とかしてましたよ。そうそうそう、こんにちは、こんにちはだねー保存してるよ。あ、ありがとう。かばちゃん、ありがとう。サークルにするだけでメンションなしでも、ゆうかちゃん見れる？あ、見れないかも。サークルだけだったらわかんないかも。メンションあったら通知が届きます。なんさん、ありがとう。タワー、ありがとう。嬉しい。タワー、ありがとう。こんにちは、なんさん、嬉しい、今日も会えたね、ありがとう、来てくれて。ゆかちゃん、やっほーって、やっほー、元気すごい、久しぶりになんかいっぱいお名前をお呼びしている気がする、嬉しい、ありがとう。今日はいつもの感じのお仕事なのかな、どうなのかな。ありがとう、タワー。2個目配信の時も昨日の配信もあまり見れなかったから今日は気合い入れたよ。あー、そうかそうか、ありがとう。2個目配信もね、昨日一昨日か、昨日と一昨日で、ありがとう。いやでもね、あの忙しい中こうしてね会いに来てくれたりすることがすごく私は嬉しいし、こうやってね顔というかアバターというか、ね、お名前をね、ナーさんの名前をお見かけできることが嬉しいから、ありがとう。今日会いに来てくれて、気合がすごい伝わってるよ。あのお昼のね配信なかなかねタイミング合わないかもだけど、あのもう気合がすごく見えます。大学のお昼休憩中に見てるよ。ありがとう、ありがとう。じゃあこの後も大学あるのか。ナーさん大学頑張ってね、ファイト、応援するよ、応援してます、頑張れ。ありがとう、タワー。サークル機能がサークル機能がなくなったからゆかちゃん受け取ったって、ありがとう、嬉しい。いっぱいね今までのように待ってるね。じゃあリプ待ってる嬉しい、ありがとう。これからもねいっぱいお話ししようね。大学もすごいすごいよ、大学のお昼休憩なんてそんな貴重な休憩時間にこうして私の配信を見に来てくれてることがとっても嬉しい。
ありがとう、頑張れ。今日で終わりなのかな、大学は分かんないけど。ファイト、ありがとう、くもちゃん。名前違うから、おー、じゃあなんかナンさんを探せをするねウォーリーを探せみたいな感じで、ナンさんを探せリプをしますね。ありがとう、待ってるね、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ね、猫耳から2日経ってるみたい。もうあれでしょう、幻のような感じでしょうあれが現実とは思えないよね、私は思えないまだ味する、食べられてた、まさかのまだいる、心の中に。おお、嬉しい、ビッグラブ、嬉しい、ビッグラブだよ、ラブ、ありがとう、大好きだよ、ありがとうございます。お、今日の午後耐えれば4連休。おお、すごい、もうあとちょっとだよ、頑張れ頑張れ。10周年だるま、ありがとう、ありがとうございます。猫耳はカチューシャ入れのところにしまったよ、カチューシャ入れ、アクセサリー入れのところにしまりました。そう対面も通称も行くからねって、ありがとう、やったー、来年もいっぱい会えるんだね、幸せ、ありがとう、私も頑張るね。こんにちは、こんにちは。いつでも出しちゃう、いつでも出せはするけど、いつでもつけるかって言われたらそういうわけじゃないから、ちょっと、まあ、まあ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 遠い未来かな、かもしれないそうどなたか覚えてない、あら、もったいないよ、そんな、しっかり覚えてて私ね、あの配信終わった後、猫のその配信終わった後、気づかず、なんかカチューシャと同じ感覚なのね、猫、ね、こうなってるか、こうのね、何もないかだけだったから、またね、あのつけてることを忘れて、普通になんか洗面所とか行って自分見て猫耳だったことに驚いたなんかあの、あ、まだつけてたんだと思ってあのオンラインの話し会当日はつけてること忘れて、スタッフさんとかにこう猫耳のまま「お疲れ様です」とか言ってて、あの恥ずかしい思いをしてこの間もまあ一人だったからね、全然いいんだけど、そうということもありました。はい、今日短い配信なのよ、15分過ぎちゃった、早い、あっという間そう、懐かしい、猫耳つけるのもいるね、くま、うん、パピーさんかな、よろしくお願いします。村山ゆかです。おまめちゃん、ありがとう、わあ、すごいすごい、ビッグ I love you だ、たくさんありがとう、おー、ありがとう、嬉しい、仕事中に聞いてます、あら、まめちゃん、お仕事頑張れ、頑張ってね、すごい、ありがとう、お仕事中に、あれだよね、なんかもうあっちもこっちも耳も大変だと思うけど、ありがとう、そんな中今日も来てくれて嬉しい、この間ね、おまめちゃんともオンラインお話できたのもすごい嬉しいから、これからもいっぱいいろんなところで思い出作れたら嬉しいな。おまめちゃん、いつも配信来てくれてありがとう。今日は一日まだあるよね、半日わかんないけど、あるよね、お仕事頑張れ、おまめちゃん、ファイトだよ、私が応援する頑張れ、実際にありがとう、初めて出演だったからちゃんと話そうね、そうだよねそうだよね、すごいね、その時はね、私がね、あの本当に体調管理をもうちょっとね頑張るので、次いっぱいお話しするから待っててね。まめちゃん、ありがとう、ラブだよ、ありがとう、嬉しい、頑張れ頑張れ、すごい、お仕事とかお仕事中とかね、皆さんお忙しい中ありがとう、ありがとうございます、こんにちは、ゴーゴー10周年コマハート、ありがとう、ありがとうございます。お、サークル、お、後で見てみるね、ありがとう、あなたは、ありがとう、
これパジャマじゃないです。パーカーを着ているんですよ。パーカー。パーカーです。普通に。こんにちは。今日はラフなのです。こんにちは。46UN6UN6 さん、よろしくお願いします。そう、こんにちは。こんにちは。じゃあちょっと早いけど、そろそろ男女見もしていきたいと思います。よいしょ。さすがに遠い早いね。じゃあ上歳の方からいきます。10歳クーロスさん、ありがとうございます。12位ダスさん、ありがとうございます。11位トモハルさん、ありがとうございます。10位マシーさん、ありがとうございます。9位ナナミタン、ありがとうございます。6位、8位ガクヤンさん、ありがとうございます。7位ととまるくん、ありがとうございます。6位しょうよくん、ありがとうございます。5位ふうたさん、ありがとうございます。4位むぐらあやかちゃん、ありがとうございます。3位おもちちゃん3 ありがとうございます。2位なんさん、ありがとうございます。そして1位おまめちゃん、ありがとうございます。たわもありがとう、ありがとうございます。ごめんごめん10周年ありがとう。一瞬でもやかちゃん見に来るって元気だった。ほんと嬉しい。みんな多分短い時間だったけど本当に配信見に来てくださってありがとうございます。またね、午後もお仕事や学校バイトとかねあると思うけどみんな頑張ってね、応援してます。一緒に頑張ろうね、頑張れ。最後にじゃあみんなお昼ご飯一緒に食べよう。私がトマトリゾット食べたから、まあ、トマトスープか、まあ、お米かどうトマト系でおそろにしようぜひね、まあ、苦手な方とかもいらっしゃると思うから無理はなさ。トマトリゾットの連想でこうつながる系、リゾットとかトマトリゾットじゃなくてはリゾットとか、まあ、トマトスープとかトマトのなんか煮込み料理とかね、まあまあまあトマトでおそろしよぜひぜひトマト冷蔵庫にない、じゃあ赤いものだんだん広がるっていう、いっぱい食べてねみんなもということで、あいいねケチャップも。みんな今日も見てくださってありがとうございました。今日も一日頑張れ、バイバイ、ありがとうございます。またねー。